こんにちは、イリナです。今日はピコちゃんが生まれた時から愛用しているマザーズバッグの中身を紹介していこうと思います。私がいつも愛用しているマザーズバッグは2つあります。1つはリュックタイプのもの、もう1つはトートバッグになっているものです。リュックタイプはいつも私が1人でニコちゃんのお世話をするときに持ち歩くもの、トートバッグはパパと一緒にお出かけするときに持ち歩くものとして使い分けてます。はい、こちらがいつも使用している LL Bean のトートバッグです。これはすごく大きくて、例えば寒い時期に毛布だったりアウターだったりも入れることができるぐらいの大容量です。一番気に入っているポイントは、地面に置いてもこういう風に自立してくれるので、お出かけに行く際にはすごく便利です。持ったらこんな感じ、このぐらいの大きさです。結構大きいんですけど、これはパパとお出かけの時にしか使わないので、パパがいつも持ってくれます。はい、そして私がいつも使っているリュックタイプのものはこちらのウールリッチのリュックです。大きくてすごく軽くて収納もバッチリなので愛用しています。はい、ではまず1つ目、おむつです。おむつはいつもムーニーの M サイズを使用してます。こちらです。1日に6、7枚持ち歩いて、このおむつ匂わない袋を何枚か入れて常備してます。お尻拭きはコストコで買えるカークランドのお尻拭きを愛用してます。今までいろんなお尻拭き使ってきたんですけど、私はここのやつが一番大好きで、厚手なので1回で面を変えて拭き取れる、大体1回のおむつ替えで使う枚数は2枚ぐらいで済むので愛用してます。厚くて手にもつかないのですごくいいです。そしてこちらのウェットティッシュも持ち歩きます。最近つかみ食べができるようになって、お外でご飯食べるときにこれで手を拭いてあげたり口を拭いてあげたりしながら離乳食をあげます。こちらは西松屋で購入できます。はい、次は離乳食です。私はいつもカバンの中にボンってこのまま入れれるようにこういう袋に入れて持ち歩いてます。中身はニコちゃんのお菓子、紙パックのジュース用の取っ手がついたケース、こちらはジュースです。入れてニコちゃんが自分で飲める練習ができるものになります。で、離乳食の時に飲んでもらうための麦茶、はい、そしてこちらが離乳食です。キューピーのベビーフードを愛用してます。で、このおやつケースなんですけど、こちらは100均で購入できます。100円均一、ダイソーで購入しました。この長細いタイプのおやつだったら入ります。離乳食用のスプーン、乾杯。こちらが離乳食用のカッターです。外出時に一緒に食べれるものを見つけたら、こちらのカッターで切ってニコちゃんにあげてます。まだそんなに使う頻度は少ないんですけど、持ち歩いてたらいざという時に使えるんで入れてます。そしてこちらがハンドスプレーです。アルコール消毒、クレベ&のものになります。こちらで手を消毒してからニコちゃんに離乳食をあげます。はい、これをセットでこの袋の中にいつも入れています。はい、次哺乳瓶ですね。哺乳瓶は私はいつもベッタのものを使用しています。このデザインが可愛くて、出産前からベッタの哺乳瓶は1つ持っていたんですけど、軽くてすごく持ち運びもしやすいので、このロングタイプのものを何個か用意しました。お出かけでも使います。お出かけの時はまだこちらのラクラクミルクを使用してます。この缶タイプのものはすごく持ち運びがしやすいのでいつも使ってます。あとお湯を持ち運ばずにこのまま注げばあげれるっていうところもすごくメリットだと思います。はい、次は母子手帳とこちらのポーチです。母子手帳ケースの中には母子手帳とニコちゃんの保健所だったり病院の診察券だったりいろいろ入れています。で、こちらのポーチなんですけど、何かあった時のために絆創膏だったりポケットティッシュ、私がいつも使っているリップクリームなどを一緒に入れてます。ママになると自分の持ち歩くものっていうのが本当に少なくて、私はリップクリームと財布と携帯さえあればそのままお家から出て1日過ごすことができるようになりました。はい、
マグマグ。これはちっちゃいタイプのものなんですが、今大きいサイズのものは洗っていて、ニコちゃんの水分補給をするためのジュースを入れて持ち運びます。で、こちらがマグマグホルダーです。これをトートバッグだったりリュックの上の部分につけていつも持ち歩きます。このマグマグホルダーは私が作りました。はい、そしてエコバッグ、これもアリエルなんですけど、私はアリエルが大好きなので、このエコバッグもアリエルを持ち運んでます。はい、最後にニコちゃんのお着替えです。ニコちゃんのお洋服はいつも2セット持ち歩きます。今入れてるのはパンツを2着とお洋服も2着で、ソックスとスタイを入れています。はい、お洋服用のこういう取っ手がついた袋に入れて、でこれ柔らかいので2つ折りにしてリュックの中に入れてます。はい、中に入っているものは以上になるんですけど、これを実際に詰めていこうと思います。はい、まず哺乳瓶、哺乳瓶はこの横のポケットに入れることができます。2本しかもがっつり入るんで、全然余裕で入りました。はい、こんな感じでまだ全然余裕があります。なので買い物に行った時に買ったものなどをこの中に入れることもできます。で、こちらの取っ手部分にいつもマグマグつけてます。マグマグホルダーでいい感じに吊るせるんですよ。はい、いかがだったでしょうか。今日は私のマザーズバッグの中身を紹介しました。ママになると子供のものをすごく準備して持ち歩かなきゃいけないので、自分のものを持ち歩かなくなるんだなってすごく感じてます。で、できるだけ一つのカバンで全部入るように大容量のものがいいかなっていうのを私は感じました。もしこれからマザーズバッグを検討している方がいらっしゃれば参考にしてみてください。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。